はい、すごいお腹のおっさんです。今回は八王子南のです。横浜線、横浜駅から来ました。すごいお腹のおっさん。ここは八王子南のの駅前です。ここはね、バスロータリーですね。バスいませんけど、今日はここの目の前、アクロスモールですね。ここに来ました。なぜかというと、これだけではわからない。これはビワ茶です。そうです、ラーメン西海さんに来ました。すごいお腹のおっさん、東京競馬場で西海さんのラーメンを食べて美味しかったので食べたくなったんですけど、東京競馬場はこの日は開催してないので、ネットで調べて、どこに西海さんがあるかというと、八王子南野にありました。なのでこれ西海ラーメン、あごだしスープですかね、これね、これ720円ですね。大盛りでプラス130円ということです。そして岩のりです。岩のりが入ってますね。そしてネギに紅生姜とチャーシューとあります。で、すごいお腹のさ、大盛りを頼みました。ね、そしてメンマですね。これ非常になかなかいい美味しさですよ、これは。そして、西海さんにはね、麺がね、この白い麺とね、赤い麺っていうのがありましたね。で、西海さん、替え玉ができます。これ1回替え玉130円ということですね。麺もね、これね、美味しいですよ。スープもすごく美味しいです。で、持ち上げてます。また持ち上げますよ、この麺。すごいもちもちしてて美味しいです。八王子ラーメンじゃね、八王子ラーメンじゃないですね。八王子ラーメンは玉ねぎ入った八王子ラーメンですね。ここ、西海さんはね、ほんとお気に入りになりました。そして、これは餃子です。6個で480円だったと思いますね。あとね、この他にもね、ラーメンとのセットメニューもありました。そして、角煮というラーメンもありましたね。すごいなのかな、おっさん。ちょっと気づくの遅かったんで、今日は普通にチャーシューをあったセットのラーメンを食べました。でね、最後にね、この後にね、出てくるのがね、赤い麺ですよ。この赤い麺にはね、唐辛子が練り込んであって、ものすごい辛いかと思ったら、なかなかそうじゃない。食べた瞬間はね、あまり辛さがわかんなかった。後からちょっと辛いなーっていうのが来ましたけど、ね、食事をそする美味しさでした。そして食べ終わった後には、また、餃子を食べると。この餃子もね、結構大きかったですよ。肉汁がたっぷりの餃子ですよ。本当にもちもちした餃子で、すごいお腹のおっさん的には好きな餃子でした。そして餃子を食べ終わって、最後は見事完食。ごちそうさまでした。西海ラーメンさんでした。